スカダルリアスカダルリアはセルビア共和国の首都であるベオグラードの中心部に位置する通りであり、その周辺一帯の繁華街を指し示す宿命ともなっている。ベオグラードのスタリグラード区に含まれ、かつては独立した行政区であった。ボヘミアニズムの要素が色濃く残る街であり、ベオグラードのモンマルトルとも称される。スカダルリアはベオグラードの中心とされる。 テラジーエ広場から300メートルほど北西にある。共和国広場に橋を発し、全長400メートルにも満たない、曲がりくねった通りである。デスポとステファンを大通りと交差し、バイローニ聖火市場の近くでドシャノバ通りと交わり、ミラ・トライロビッチ広場を経て、ドルチョル地区へと続いている。第二次世界大戦が終わった1945年に制定された。 ベオグラードの行政単位が見直された1952年に、スカダルリア地区は、ベオグラードを構成する自治体とされた。スカダルリア区は、ベオグラードの中心の大部分を占め、ドルチョル、ヤリア、スタリグラードなど主に、ドナウ川に囲まれた一帯がその範囲に含まれた。1957年1月1日にスタリ、グラード区が新設されると、その一部となった。 スカダルリア地区は行政区の会に置かれる地区共同体の一つとなっている。2002年の国勢調査ではスカダルリア地区共同体には5942人が居住している。スカダルリア地区の起こりは1830年代に城塞が取り払われた跡地にロマが居住したことから始まっている。1985年にベオグラードの都市計画が策定され、 ロマの住むほったて小屋取り払われ、レンガ作りの町が作られた。町には、職人や宿屋、雇われ労働者などが入植した。町は、ジプシー地区と呼ばれていたが、1872年に、通りの名前を、かつての中世セルビア王国の都市、スカデルにちなんで、スカダル通りと命名した。この名称が、現在まで通りの名前となっている。スカダルリアは、 ボヘミアニズム的な特徴を備えた街として発展していた。とりわけ、1901年に有名な宿屋、ダルダネリが取り壊された時、そこについていた作家や俳優らが、スカダルリア地区の宿屋やカファナに移ってきたことで、一層、そのボヘミアニズム的特徴は、顕著になっていった。彼らが利用した宿屋やカファナの中でよく知られた、ものとして、トリシシラ。 ドバイエレナ、ズラトニボカル、山賊、東、ギルト、ブクカラジッチ、二人の軍曹などがあった。このうち初めの三つは、現在も続いている。これ以外にも多くのレストランなどが集まっている。スカダルリア通りの集団には、かつて醸造所があった。ここは、第二次世界大戦前まで、チェコ人の起源を持つ、ベオグラード有数の有力者、バイロニ一族が所有する。 醸造所であった。醸造所ではアレクサンダルビールが作られており、醸造所の裏で湧き出る温泉水を使用してビールが作られていた。井戸の深さは80メートルから300メートル程度であった。1945年以降、醸造所は BIP 醸造所の一部となったが、後に閉鎖された。井戸から湧き出る温泉水は2000年代初頭まで飲料水としてボトル詰めされていた。 醸造所の地下はラグムスと呼ばれ、かつてビールが貯蔵されていた。醸造所の施設は全く使われておらず、取り壊しが検討されている。ジュラ薬出地はスカダルリアで行き、この地で死没した作家、画家である。薬出地の家はスカダルリアの遊べに参加する詩人らの集いの場所となった。1968年から建築家のウグリエシャ・ボグノビッチ、作家、 画家のズコ・ジムフル、画家のマリオ・マスカレリ、彫刻家のミリツァ・リブニカル・ボグ・ボビッチといった著名な芸術家たちの意向により、その復興が進められた。彼らは、薬師地底の存在価値を守り、その外観を損ねることなく、現代的な設備を備え付けることを目指した。1960年代後半には、スカダルリアは、ベオグラードにおける若い芸術家とボヘミアニズムの、 地としての地位を取り戻していった。さらなる改良の計画が1977年に持ち上がったが、その後実行に移されることはなかった。スカダルスカ通り20世紀初頭の貧しい詩人たちは、頻繁にスカダルリアを訪れていた。1918年にユーゴスラビア王国が誕生する前でさえ、この地にはセルビアのみならず、ユーゴスラビア地域各地から詩人たちが集まってきていた。 スカダルリアに住んだ著名な人物には、ジュラヤクシッチやドブリツァミルティノビッチ、ティンウィエビッチ、グスタブ・クルクレツ、ステバン・スレマツ、アントゥン・グスタブ・マトシュ、ズコ・ジュムフル、モモ・カポルなどがいる。我が名はスカダルリア、あるいはスカダルスカ通り、あるいはお前の好きな名で呼ぶが良い。我は目抜き通りにあらず、大通りにあらず、幹線道路にもあらず。我はベオグラードの中ほどにある、 ありふれた、曲がりくねった坂道である。我に、ボヘミアンの文化なくば、崩れかけた屋根なくば、揺れ動く椅子なくば、それで我を語るに十分たるであろう。ズコジムフルスカダルリアの路上やレストランで長年に、渡って繰り広げられてきた歌や演奏から、スカダルリアを体現する存在となった歌手や、俳優も、少なくない。歌手、トマズ・トラブコビッチ、オルガ・ヤンチェベツカ、 ディブナ・ジョキッチ、ソフカ・バシリコビッチ、ミラ・マティッチ、ジプシーの占い師を演じた女優のリュビツァ・ヤニチイエビッチ、ドラマーのラドミル・ショボタなどが知られている。地区のレストランには世界各地の著名人が訪れている。彼らがレストランを訪れた時の写真が飾られていることも少なくない。例えば、鳥、シェシラにはギタリストのジミ・ヘンドリックス、政治家のジョージ・ H.W. ブッシュ、 ヨシップブロズ、ティトー、アレッサンドロッペルティーニ、スペイン国王フアンカルロス一世、チェス選手、アナトリー・カルポフなどが訪れている。レストランやパブなど、今日のスカダルリアは、ベオグラードの観光名所の一つとなっている。その歴史の中でよく知られるようになったレストランやホテル、ガロウ、古美術店、土産物店、そしてセビリと呼ばれる水飲み場がある。 セルビア式のブラスバンドやベオグラードの伝統的なアーバンミュージック、伝統衣装に身を包んだ俳優らによる演技が路上で繰り広げられている。スカダルリアはベオグラードの中でも若いカップルや家族連れなどに人気がある。レストランではセルビア料理の後から連想される火で炙った肉やビールをはじめとするセルビアの伝統的料理が堪能できる。カフェやレストラン、展覧会。 丸石の敷き詰められた路地は、毎日2万人の人々を引きつけている。通りは歩行者天国となっているが、そうでなかったとしても細く曲がりくねり、丸石の敷き詰められたスカダルスカ通りは、自動車には不向きだろう。1993年以降、ボヘミアンの旗を掲げることで、熱気のこもったスカダルリアの夏の始まりが告げられる。旗はレストラン。 ズラとにボカルの前に掲げられている。この儀式には、毎年、ポペラー歌手やオペラ歌手、俳優、芸術家など多くの有名人が参加している2008年2月、スカダルリアの末端部、スカダルスカ通り、ゼツカ通り、ゼティニスカ通り、ゥシャノバ通りに囲まれた一帯の再開発の計画が発表された。2008年9月から再開発のための具体的作業が始まり、 2010年12月まで続く予定となっている。新しい多目的空間には2つのホテル、地下駐車場、レストラン、博物館、そして2つの歩行者天国、セキニスカ通りとスカダルスカ通りを結ぶ新しい歩行者天国が作られる予定となっている。レストラン、ストラスカダルリア、醸造所の壁や古い塔、ショッピングモール、ボイラー室、地下倉庫は、 外観を保存しつつた目的に転用する予定である。塔にはイルミネーションが施され、他の地区からも見えるようになる。ショッピングモールの上階はホテルとなる。地下倉庫は土産物店に転用される。旧醸造所は新しいショッピングモールや仙台収容の地下駐車場を備えたホテルへと生まれ変わる。水飲み場は自由に使用できるようにし、 既存の三本の泉源にもう一本追加され、観光用に供される。論争となっているものとしては、箱型のガラス製の照明の導入であり、これによって、スタラスカダルリアレストランの景観を損ねることが、懸念されている。これに対して、地元では反対意見も出ている。スタラスカダルリア以外では、変更の大部分は、セティニスカ通りの側でのことであり、 セティニスカ通りはスカダルスカ通りとは異なり、法的に厳しく保護されているわけではない。計画の対象となっている一帯では、最大で17メートルの高低差があり、事実上、3階建ての階層構造となる見通しである。ありがとうございます。